縁や明キ明の肖像画キ明。字は、総集、後派中、はじむ、新末の官僚。石膏省登録憲法、各出身。貧しい家庭に生まれるが、県の紅白年に支持した後、上海の龍門書院に入って、龍広氏はじめに支持した。1867年に巨人となり、1876年に、紳士となって、戸部主治の職を授かった。 1883年、総理各国事務画門承継となり、1886年には、回転換算おさむ官となりこぶ厚生支援委となった。1892年、記念庁の広道道大となった。在任中は、教育の方面では、中大西洋の方針で、武庫な会所員を拡張し、経緯、知事の二学科を設け、経史、整理、数学、核 松室などの学問を教えるようにした。治水では、銀五千両を投じて、武庫西南の大関邸から、旅行までの十二里にわたって、堤防を築いた。また武庫に郵便局を設置した。1898年、三世阿瀬地、高齢不正史となり、さらに総理各国事務が問題人、高六九次教、大城実教に昇進した。1900年、三島賞で、 ギワダ団が外国人宣教師を殺害するようになると、聖太公と、単軍王祭は、ギワダ団の力を利用して、列強と対決しようとして、各国公使館攻撃の準備を始めた。これに対して、エインアキ明は反対の上層を行っている。6月16日、聖太公が、午前会議を召集するとギワダ団の鎮圧を主張し、エインアキ明と親しいリブジロー、許可ゲスミ。 内閣学試練元らは、園秋らの意見を指示した。この時、改善に、反対の高所定は、許可下の手を取って号泣したという。6月17日、八カ国連合軍が、大古砲台を占拠。翌日、園秋らは、救急目前帰局折という上層を行っている。6月21日、清は11カ国に戦線を布告。義和団と新軍が公使館を包囲すると、 エン・アキラは官民を頼るべきではなく、外交官を殺害してはならないと上層したが、無視された。その後エン・アキラと許可ゲスミは、主戦派の大臣たちを弾劾する上層文を提出しようとしたが、サイイラは7月27日にエン・アキラらを逮捕し、7月29日にエン・アキラと許可ゲスミは処刑された。結局成長は八カ国連合軍に敗北し、平均は、陥落した。 1900年12月、八カ国連合軍が北京から撤退すると、園秋の名誉回復が行われた。部庫の人々は、江中書院を、延体上祠に改め園秋を祀った。1909年、新朝は、園秋に、中節の死亡を送り、公衆西湖の古参の南六二三中祠を建設し、処刑された園秋巨影み、女容儀の三人を祀った。 1910年には、武庫の人々は懐騒動を立てて、縁にアキラを記念している。ありがとうございます。